あ、こんばんは、ちょめちょめうさぎです。お久しぶりです、皆さん。覚えてますか、ちょめちょめうさぎです。妖怪ウォッチをね、実況プレイしていた、ものです。ちょっとね、ちょっと最近近頃ね、仕事の方が忙しくて実況を撮れる状況じゃなかったんですよ。ですのでちょっと更新がめちゃくちゃ遅れちゃったんをちょっとまずお詫びしたいと思います。すいません。今日からですね、また随時更新の方していこうと思っていますので、皆さんどうぞまたチェックの方よろしくお願いいたします。というわけで、カンチとね、夜の博物館に行くっていうストーリーでしたね。本編ストーリーを進めていましたので、今回も本編の方がっつりとやっていきたいと思います。よし、カンチ。何ヶ月待った、そこで。かなり待たしたんちゃうか、お前。待てたぞ、ちょめちょめさぎ。早速だけど、博物館の中に入ろう。とは言っても、正面からは入れそうにないんだよね。はいはい、正面からは入れないと。で、他に出入り口がないか手分けして探してみよう。うん、オッケー。不法侵入をしようっていう、そういうミッションですね。これは。これね、ここはまあ入れへんのやろ。鍵がかかってる。これ妖怪の力を使って入るんちゃう？なんか、妖怪、鍵開けとか、妖怪、キーピッキング、ピッキングマンとか。違うかな？妖怪、通り抜けフープとか使うんちゃう？違うか。どうすんのやろな。こいつは明らかに怪しいけど、こいつかな？これなんやろ？あれ？この鏡って、なになになに？あれか？スタンドか？もしかして。妖怪の気配を感じますよ、ちょめちょめうさぎくん。あれか。ハングドマンか？めっちゃタイムリーなネタやな。入れそうな場所見つかった？これ、入れるんちゃう？なんか、くぐるんちゃう？こんな顔。ん？なにそれ？古い鏡だね。おおおお、光ったぞ。鏡が光った。どうなったん？あは、ダンジョンの音楽、この音楽は。入れたよ。へえ、そういう妖怪なんかな？なんか、あれが、うわ、その妖怪通り抜けフープ。違うよな。ここは、どうやら、博物館の中のようですね。さっきまで外にいたはずなのに、こんなことってありえるのよ。ありえるの？いや、実際に体験してるんだし、ありえないなんてことはないか。だとしたら、僕たちはどうやって中に入ったんだろう。もしかして、人間が壁を通り抜けるっていうトンネル効果が起きたのかな。難しいこと言うな。そやな、彼女を作るために、モテモテになるために、博物館に来ていろんな知識を学んでるんやからな、カンチは。これでも出るときどうするんやろな。どうやって出るんやろ。ねえ、これって妖怪の仕業だよね。お察しの通りです。これはおそらく、雲外鏡の仕業に違いありません。雲外鏡。通り抜けフープじゃなかったな。物に魂が宿る、つくも神とも言うもので、人間には普通の鏡にしか見えないのです。はいはい、つくも神ね。99年生きるって書いて、つくもですね。彼らは確か、鏡の中の空間を繋ぐ能力を持っていたはず。じゃあもしかしてさっき博物館の前に落ちてた鏡が、はぁはぁはぁ。おぉ！こいつが雲外鏡か。かわいい。かわいいな。ペローン。あ、さっきの鏡。私、雲外鏡と申します。ここに住んでいる妖怪です。この度、お願いしたいことがあり、ここまで来ていただきました。ふむ、何やら困っているようですね。話を聞いてあげましょう、ちょめちょめやすぎくん。ここまで来て、妖怪助けをするんですか？もしかして。実は、数日ほど前から、この博物館は、怪奇現象に見舞われているのです。ガチやん。怖っ。夜な夜な、展示物が動き回り、恐ろしい声を上げるのです。おまけに、私の体に取り付き、安眠を妨げていく始末。私は、妖怪の仕業ではないかと考えているのですが、しかし、私は、しがない鏡ですので、そやな、鏡やもんな。何もできんな。その妖怪を止めることができないのです。なるほど。その妖怪に困らされるあまりに私たちを呼んだようですね。ちょめちょめさぎくん、展示物を守るためにも、また、彼に協力しましょう。うん。ちなみに、カンチには雲外鏡見えるの？あ、見えへんのか。僕たちはどうやら奇跡的な確率で博物館の中に入っちゃったみたいだ。入り口を調べてみたけど開かないし、ここから出る方法を考えないと。
いや、その前に動き回る大鎧の正体を調べないとね。でも昼に博物館を見た時に大鎧なんてなかったよ。そやな、なかったな。なんかペルソナに出てきそうなね、シャドウみたいなのはいたけど、多分奥の資料保管庫だよ。表に出さない展示物を保管している部屋さ。博物館のセキュリティはすいません、あの端末で管理されているみたいだね。僕がセキュリティを解除できないか試してみる。ちょめちょめうさぎはその間に鍵を探してきてくれない？やれやれ、仕方ないですね。館長はやる気満々ですよ。とはいえ、展示物を守るためですから、協力して妖怪を見つけ出しましょう。でもどうやってこのセキュリティを抜けるの？ほんまや。あ、なるほど、そこで、ウンガイちゃんの出番ってことね。ペローン、それなら私にお任せください。あ、多重影分身か。なるほど。キュービのチャクラを持ってるよな。どうぞ、私たちの力を使ってくださいませ。あ、いっぱいおるんか、ウンガイ教って。なるほどね。はい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 。なるほど、博物館に入った時のように彼らの力を借りれば移動できますね。雲外橋の中を通って資料保管庫の鍵を探しましょう。うん。ああ、なるほどね。これルパン三世みたいにこうやってなんか赤外線のこれがついてて、これ触れたら多分、あ、触れれへんのか。はいはい、なるほど。ここが通れないってことやな。はいはいはい。で、雲外橋のうんちゃんを使ってうまいことワープワープを重ねていくってことか。オッケー。とりあえずセーブしましょうか。最近ね、なんか妖怪ウォッチの調子が悪くてね、たまにカートリッジが抜けちゃうんですよね。なんか抜いてないのに抜けちゃうんですよ。なんか抜かれてしまいましたので電源を切りくださいみたいな画面が出ちゃって、で実況中それがあったら大問題なんでね、こまめにセーブの方はしていこうと思っています。何こいつ、妖怪やん。天の尺極道極道出たよ。刺されちゃう、あれ、ドスで刺されちゃうよ。じゃあ、とりあえず戦っていこうか。でね、コマさんがね、ちょっと、チームに入ってます。前回も売れてたかな？ちょっと、結構パワーアップさせてね、もう一軍戦力になるぐらいの実力を持っています。でね、その、妖怪ウォッチのアニメとかもね、最近見始めてね、で、それでコマさんをね、結構好きになっちゃったんですよね。あるじゃないですか、なんか。妖怪ウォッチのアニメの本編の前になんか、コマさんが、コマジロウとコマさんがなんか、わちゃわちゃする寸劇みたいなのがあって。それでね、ちょっとコマさんのこと好きになっちゃって。じゃあワープしましょうかね。最近妖怪ウォッチほんまに面白いですよね。なんか、前回見た話言うとなんか結構、いつ撮ってるかバレちゃうけど、まあ、前回見た話が、ロボニャンが、何やったっけ、弁慶みたいな妖怪がいるんですけど、ロボニャンがそいつに疲れて、なんか、変になっちゃうっていう話で。あれは、あの時間帯に放送していいんかなってすごい疑問に思ったけど。まあ面白い内容でしたけどね。とか、あと見たんはあれですね。うわぁ、何こいつ。危ない。あ、でも戦おうか。せっかくやし。戦おう。よいしょ。あと何見たっかな、桜の富士？桜の山かな？新しい妖怪ですね。で、どんな話だったっけ？この話と一緒になっとったんは、あ、あれか、つまみ食いのやつや。つまみ食いの話ですね。お母さんに妖怪がついちゃって、めちゃくちゃご飯をつまみ食いしちゃうんですよね。で、それを見たんと、あと何見たかな、最近。それぐらいかな。あ、あれ見たわ。どういう話だったっけな、思い出せんわ。多分、でもね、妖怪ウォッチ見始めたらほんまここ最近先々週ぐらいからなんで、そんなに、あれですね、まだ数を見てないんですけど、結構面白いですよね、なんか。一応は完結型で、初めての方でもすごい見やすくてね。ああいう感じのアニメいいですよね、やっぱり。ケロロ軍曹を思い出します、自分は。なんか、ケロロもね、1話完結でね、30分に2話やるっていうね、なんか、時間帯も一緒ですしね、チャンネルも。だからね、すごい、親近感湧いてね、楽しんで見てたんですけども。お、なんかいる。なんかおるけど消えちゃった。
セキュリティの鍵探すんやったな、そういえば。目的忘れてたよ。妖怪ウォッチの話してたよ。ウンガイちゃんをじゃあ、こんだけワープしまくってるけど、これ進んでるんかな、ちゃんと。めちゃくちゃ疑問なんやけど。ウンガイ教はアニメにも出てきたんかな？どうなんやろ。アニメは今年の1月からなんかな、放送は。で、まだ20話ぐらいで、絶賛放送中みたいな感じでやってるんですよね。妖怪メダルもね、なんか新しいの出ましたよね。あれもまた集めたいなと思ってるんですけど。で、イベント。これじゃあ2階に行けないね。私の執事としての勘が2階が怪しいと告げているのですが。妖怪赤外線外し。使おう。ウィスパー、妖怪赤外線外しいないの？階段前の解除はこれがこうだから、わかった！こっちだな。違うんかよ。頑張って、カンチ頑張れ。あ、こうじゃないんだよね。わかってた。すごいな、カンチ。小学生でこんなんできるんや。これでセキュリティが切れ替わるのはわかってたから、消すためには、消えてるよ。おや、セキュリティが解除されましたよ。はい、とこ、2階も調べてみましょう。これ、カンチから見たら、雲外鏡使ってワープしてんのどう見えてるんやろな。急にそこで消えて別のとこに現れるテレポーテーションみたいに見えてるんやろか。ちょっとわからないですけど。もうちょい進んでいこうかな、じゃあ。宝箱回収しと。中継検知玉、いいね。うおいしょ、おやー、戦っちゃった。あー、なにこいつ、かわいい。三つ目や。なんやろな、あいつ。すごい気になる。なんていう妖怪なんやろ。三つ目が通るかな。違うか。これはちゃいますね。よいしょ。これもしっかり狙っていきたいんですけども。よいしょ。ほ違う違うおいしょ倒しちゃったよ。もう、あれね、結構狙っていきたいんですけども、難しいですよね、やっぱり。よし、じゃあですね、そろそろお時間もいいとこなんで、今回はこれで終わりにしようかな。また引き続き動画撮っていくけど、ちょっと尺的にもいい感じなんでね。20分くらいに動画してくださいっていう方も結構いるんですけども、なんか、やっぱ1日1本ね、ちょっとずつ上げていくっていうスタンスでこの動画をやっているので、まあ、15分が限界かな、とりあえずは尺は。まあ、そういう感じでやっていこうと思ってますので、今後もよろしくお願いします。はい。というわけで、また皆さん次回ご視聴のほどよろしくお願いします。それでは皆さん、さよなら。